はは。い、こんにちは熱帯植物栽培家の杉山です、どうぞよろししくお願いします。さあ、今日なんですけども暑い <laughs>、えー、ただいま、えー、38.4度です、この中暑いよね、やっぱり、えー、エアプランツは光が欲しいからこのぐらいの温度になっちゃうんだ、外気温が、ね、36度ぐらいなんだけどやっぱりさ、遮光とか今はね、50%遮光してるんだ、で、それでもなっちゃうからこそ今、この時に伝えなきゃいけないことを紹介します。今日のテーマこちらちゃん でないや真夏のエアープランツの管理どういうことどういうこといやこれねもうまず最初衝撃からいこうああのもしミスったらこうなっちゃうこうなっちゃうそしてもしミスったらこれが。 こううなっちゃうこれを解説していきたいと思うどどういうことかっていうとまず1つ目暑いよねこの暑い状況が弱いエアープランツがいる流通量の多いやつ特にブルボーさんこれは本当に気をつけてほしい。 要はですね光が強ければいいんだよなとかって光をしっかりあ上げてあげるでそうすると温度が上がっちゃうよねで今50%だけどもこれが30%だとかの遮光になると40度を超えるこの中40度を超える場合があるでその時に起こるのがこの症状これは熱がってしまったもう完璧に熱がってしまったこっちは、ね、あの健康かもしれない熱がってしまった要はもともと緑葉種っていうのはそんなに光あの暗いのはだめだけど そんなに強い光とそんなに強いえ、えー、温度を求めてないやつは水をでそしてねもう一つ水をやりすぎてしまうわかるでしょ今暑いからじゃあっつって水やろっかってここを気をつけてほしい要は毎日水をあげるという行為が 本当に乾いてるか乾いてないかを見極めてほしいあのもう乾いてるように見えたから暑そうだったからじゃあ水をあげましたっていうふうにやると大株が突然ボロっと枯れてくることがあるこれは実は水が溜まっていたものすごく水が溜まっていたのにもかかわらず、えー、この落差をやりすぎてしまった乾燥と水が多いっていうのを繰り返してしまった結果ガッと枯れることが あるもうこれはねこの夏群、まあ、れちゃったっていう言い方になっちゃうんだけどそれはね起こりえますあの本来はキセログラフィカねすごくオンあの光も大丈夫なんだけどこの極端なことをやってるとこういうことになっちゃうから気をつけてでねまず暑がってるのブルボーサのほかにもあるんだ例えばねよく枯れやすいこのソフトリーフのストリクタ これちょっとかかるかな。ちょっと葉っぱ閉じてるの分かるかなもう厚がってるんだこういうやつはでねこういうやつを毎日水やるともしかしたらぐてっといっちゃうかもしれないだからこういうやつはちょっと乾かしてあげるっていうことを考えてほしいこれねどどのぐらい乾かしてあげるかっていうのを今回いい同じものじゃないんだけどねザ分かりやすいもので用意したんだ同じイオナンタなんだけどまずこれ見てねみずみずしいよなでも これ同じ品種なんだこのぐらい乾かしても大丈夫だこのぐらい乾かしても大丈夫だこのぐらい乾かしてから水やるでできればだよできれば午前中の早い時間10時までかうちはだいたい10時までに水やるかあとは夕方夕方に冷ますという考え方このどっちかで毎日ではなくて2日もしくは3日に1回ぐらいのペースでやってますでね そのぐらい耐えれるのって思うかもしれないけどエアプランツもともと厳しい環境にいるからさ厳しい環境にいるからだから耐えれるから過保護になりすぎないで,でもし1週間旅行行く人いても大丈夫だから1週間ぐらいでこのぐらいになっちゃうかもしれないけど水やってなかったらなんとか耐えるからエアプランツそのぐらい強いからねあのその後のケアはしっかりしてあげれば大丈夫ゆっくりゆっくり回復させてあげればいいから大丈夫だからでねこんな暑い中でも エアプランツピンピンしてるやつがいるまずはふん穴いやーこれもうこ,れこっちは花終わっちゃったんだけどピンピンしてるよなこの赤い穴たまらんよなたまらんよなこれはね本当にピンピンしてるだからこいつは水をしっかりやって光る熱いのが逆に大好きそしてこれストレプトフィラこれはレッドロビンでレッドロビン花が咲いたんだけどまあ、ちょっと赤っぽいよな日本だとやっぱり緑っぽくなっちゃったりするんで,でもう一つピンピンしてるやつ 暑いのが大好きなやつ。もうこれは100均でも売ってるよ。ハレーシアーイわピンピンしてるよね。なんなら花咲いてガン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 生育してるよね。いやこういうやつは本当に暑いのが逆に好きだからか葉っぱが硬いやつだったり白っぽいやつはすっごい暑いの好きだから大丈夫だから。 だからねあの今、この暑い中でいつ水やるの一番気をつけなきゃいけないのがお昼に水やることこれが一番気をつけてお昼に水やるとやっぱり良くないだからうちは必ずお昼を避けてるお昼を避けてもうどうしてもっていう時もあるかもしれないけどお昼は必ず避けるもうねそこだけ気をつければエアプランツあと乾燥にも強いからもともと乾燥に強いから大丈夫だから安心してねっ。 ね、あのエアプランってさ 本当にたくさんの種類があるから難しくはないだけど今ちょっとこんだけ急激に暑くなっちゃうとやっぱりどうしようってなって迷いがあって m b やっちゃおうとかってなっちゃうからそこだけ気をつけてもう、ま、あのお昼の、えー、11時から2時までは基本的にやめてもしやるなら2時以降で今は温度本当に暑いから3時以降が理想的3時以降にしっかりやるのが理想的そうするとあのシャワーを浴びた暑い時に いや水シャワー浴びた気持ちいいっつってなるでそれを毎日じゃないよ2日か3日に1回ねここを守ってほしいあの毎日やることでやはり蒸れてしまうっていうことがあるんだこれは水が吸い切れない場合がある要はしっかりとこうかけたいからさ暑いよなごめんねってやってることがダメージになる場合があるそこだけ気をつけてほしいでね俺あのフロリダで買ってきたやつあるでしょ いっちゃんたけやつ <laughs> 全然関係ないけどこいつ暑さ大丈夫なんだな咲いちゃった <laughs> なまだ花は出てきてないよもうすぐここから出てきたらこいつはもうもちろん後輩するけど花除もよく見るとまあふが入ってるような入ってなさそうなでもすごいよなうわあ綺麗だよな高かった 高かった <laughs> まあでもいいよ綺麗だからねこれとさこういうのを交配したらさ面白いよなコンコロールかけるストレプトフィラーだからこれ戻してもし負が入ったらって考えるとめちゃめちゃ面白いよな、まあ、タイミングあったら本当に交配してやろうと思う、うん、レッドロビンとねいやこうやってさエアプランツはまだまだ未来があるからさまだまだ面白いものも出てくると思うしだからこそこの夏をなんとか乗り切ってあとねもう1個薄寝ベッド薄寝多いですよベッド。 最強だよあれ <laughs> 本当にすごいから薄手ベッドなんで蒸れないのかが分からん俺も理由は分からんだけど蒸れないのは確かだもう実験もしてるからなで薄手ベッドでやってるやつが本当にねあっちにあるんだけどすげえ生育してるからまたそれはどのぐらいのサイズがすぐこのぐらいになったよみたいなそういうことをお伝えしていこうと思うと、はい、いうわけで、えー、久しぶりのエアプランズのところでした今日はこの辺で一旦失礼しますグッドボタン そして、まあ、最近行ってなかったからチャンネル登録もよろしくお願いします。えというわけで、えー、今日はこの辺で一旦失礼します。ありがとうございました。ありがとうございました。あのね今さ38.4度って言ってたじゃん今だいたいこれ撮ってるのが2時ぐらいなんだけど暑すぎるて暑すぎるよだけど見てよエアランツいい顔してんな <laughs>